どこを狙ってくるでしょうか。いやーナイスボール栗原来た。先制決まります。もう蹴った瞬間ゴールへの道筋が見えましたね。今これが絶対的な高さ、そして絶対的なボールの質。まず長所を生かしたのは横浜F・マリノス。もうドンピシャでしたね。ドンピシャ、これ蹴った瞬間入ると思いましたもんね。ちょっとこれマークが外れてしまう。